セクシーゾーン中島健人&スノーマン向井康二、健康、YouTube 企画中。デビュー曲は、人間ドック、リビングの松永さんより大きい。セクシーゾーンの中島健人とスノーマンの向井康二が6日、都内にて行われたカンテレフジテレビ系ヒドラ、11、リビングの松永さん、1月9日スタート、火曜夜11時、の制作発表に高橋ひかる、康は正式には、はしご高、藤原の大輔、大久保桜子、黒川智香と共に出席。中島と向井が2人で YouTube を企画していることを明かした。中島健人&向井康二、健康、YouTube 企画中。今まで共演したことはないが、中島が出演していた2009年放送のドラマ、恋して悪魔はヴァンパイア、ボーイ、に向井がワンシーンだけ出演したことがきっかけで仲が良くなったという2人。今回の役柄は二人とも元に近いためやりやすいという。中島は、めちゃめちゃやりやすいですね。だから今度二人で YouTube できたらなと、と向井との YouTube を企画中であると告白。YouTube の名前は健人の、健と康二の、康を組み合わせて、健康 YouTube。デビュー曲は声を揃えて、人間ドックと二人で発表し、会場を笑わせた。